ちょっとミュートになってたんだけど。ミュートになってたんだけど。しょうがない、みんな。おはよう。今年はですね、なんと七夕の日にちを間違えてて、一日早く天の川に行ったら、ひご星来なくて、で、暇つぶしにリスナーさんに電話したら、なんと七夕今日だよ、違うわ、七夕明日だよって言われて、もう仕方ないから願い叶えに来てあげました。ということで、まあ気を取り直して、はい、こんにちは。久しぶりだね、人間。元気だった？ありがとうございます。いいんだよ、いいんだよ。そういう感謝の気持ちを忘れないようにね。その感謝の気持ちを忘れなければ、願いはきっと、50% 叶うから。叶えるのかい？いやー、あのね、願い叶えることに関してはやはり、織姫、頑張っ、あ、織姫じゃないわ。あれ、織姫とさ、あんまに収まって。あれ、ちょっと待って。設定間違えたかも。あれ、織姫とあんまに収まって同じでいいんだでな。別人だ。やべ、織姫の、彦星と会おうとしちゃった。まあまあ、しょうがない、しょうがない。まあいいわ、それ。まあ会えなかったから、まあいいわ。ということでね、今回も、かなえてコロさんでですね、ちょっとお願い事を募集してみたのでですね、見ていこうかなと思いますよ。あの、なんだろう、その、一日間違えてたよ、みたいな、ちょっと設定にしてみたんですけど、そう、なんかあんまり面白くなかった。あ、で、まあ、こうね、このさ、ここ、実家って言ったんだけど、ここ、実家じゃなくてさ、なんかまあ、誰か、なんだろうね、誰か偉い人の、なんか屋敷みたいなとこだから、まあ、あんまり時間ないわけ。わかる？この人ん家にさ、上がり込んでさ、この願い叶える配信をするのはさ、やはりちょっと法律的にもよろしくないわけ。わかる？人ん家なわけ。だから、そう、時間ないから叶えていくわよ。BGM はでかくないかしら。な、こんな喋り方だったかしら。ちょっとみんなはわかんないんだけど。一年経つと喋り方はわかんなくなっちゃうんだけど、こんな喋り方にしたかしら。まあいいわ。こんななんか、こんな女王様みたいな口調にしたかしら。こうしまして。あんたたち、叶えてコロさんにツイートしないでくれる？願い事流れるわ。トイレじゃねえのよ。ちょっと、あたいが願い事をその、叶えてコロさんに配信のタグしちゃったもんだから、あんたたちのツイートで流れちゃってんじゃないの。これ、去年もやったわ、これ。これ去年もやったじゃない。あ、ちょっとこうね、ちょっとポンコツしたな。ちょっとみんな聞いてくれるか？あのな、今日な、今日の配信のタグを、叶えてコロさんにしてくれって頼んだじゃんか。それがあったからさ、あ、みんなの願い事が流れてしもうたわ。みんなの願い事が流れてしもうたわ。ちょっと待ってな。ちょっと何回同じミスするのよ。配信タグと願い事のタグは変えるべきだったんだわ。おかしいわ、これは。まあいいわ、こっちでちょっとちゃんとやるわ。次。彼女が欲しいです。あんまりね、急いで作った彼女なんて長続きしないからね。うん。ほんのね、急がなくていいと思う。はい、次。来年こそ、現地チケット取れますように。これあれかな？ホロライブっていうバンドの、あ、バンドじゃねえや。ホロライブのあれかな？チケットかな？取れるといいけどね。こればっかりはちょっとアーマニュ様できないんだわ、これ。この人だけにチケット与えるやつしちゃうと、もう不公平だからさ、ごめんね。まあ、当たるといいね。はい、次。みんなの願いを叶えてください。なんでそんななんか、
ちょっと、まどかみたいなことするの？なんでそんなさ、なんか良さげなさ、お願いするの？よくない。なんか、アーマニョ様が意地悪してるみたいじゃないか。アーマニョ様は意地悪してるんじゃなくて、能力が低いだけなの。言わせないでちょうだい。次。アーマニョ様のレベルが5上がりますように。何？レベル低いって言いたいわけ？ねえ。今のレベルが低すぎるから、レベル上げて配信しろってこと？そういうこと？次。明日の日替わりランチのメニュー決めてください。そういうのはね、明日にならないとわかんない。明日になったら気が変わるから、今はエビフライが食べたくても、明日になったら、なんか別のなんかうどんが食べたいとかなる時もあるから、明日決めな。次。コロさんとコロさんが、大事に思う人たちが、心身ともに健康に過ごせますように。シャン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 。その願い叶えたりー。やばいわ、もう、アマニョが叶えられるお願いがもう限られてることがバレつつあるのね、これ。ちょっとバレつつあるかしら、これは。しょうがないわね。バレつつあるわ。次。お願い事、配信タグごっちゃになってるの、ほんと、ほんとかわいい。ありがとう。次。ゴリゴリマッチョにして。無理だよ。あ、頑張ればいけるよ。次、夏の暑さをどうにかしてください。無理だ。ごめん。もう地球の温度はどうにもできない。夏の気温と温度を下げてください。本当に頼みます。あのね、それアーマニョの仕事じゃないと思う、それ。地球の管理って誰がしてんだろうね。神様にちょっと神頼みじゃないけど、アーマニョより上のね、立場の人にね、頼んだ方がいいと思う。気温の話は。気温はちょっとね、手が出せないですね。すいません。すいません。次。七夕が誕生日なので祝ってほしいです。あ、七夕さ、今日が誕生日の人多いんじゃないかしら。ということで、まとめて、言うよ。今日誕生日の人、おめえ。あ、今日じゃないじゃん、七夕だったら。明日じゃん。明日じゃん。おめでとう誕生日ー。明日じゃん。誕生日なので祝ってもらえますように。おめー。一週間近く体調不良が続いてるので治りますように。治れー。僕と結婚してください。無理ー。愛が欲しい。どうしたみんな。どうしたんだよ。なんでそんな悲しいお願い。愛が欲しいって。もらってるでしょ？アマニョがあげてるでしょ？大丈夫だから。あと今こうやって配信見てるリスナーさんがきっと愛くれるから。大丈夫だから。次。夏バテ気味なので夏バテに効きそうな栄養ある食べ物食べたい。おすすめ教えて。夏バテ？夏バテ防止。食べ物。肉や魚、卵、大豆、タンパク質が多い食材と、ビタミンやミネラルを含む野菜。だって、ビタミン B をよく取った方がいいらしいよ。次。もう理由は何でもいいから仕事休みにしてほしい。お仕事関係のお願いは、そちらの、会社の方までお願いいたします。あ、電話しててあげるよ。ブルー。あ、待って。君の会社の、社長さんに今からお願い電話するね。あ、もしもし、あ、お世話になっております。そちらの会社で、名前何でしたかしら？働いてらっしゃると思うんですけど、あ、働いてらっしゃる。その方がですね、もう仕事もう行きたくない。なんかもう上司も嫌だし、社長も嫌だしって言ってて、もう仕事休みにしてほしいって言ってて、あ、首ですか？あ、わかりました。じゃあ伝えておきます。失礼いたします。やっちまったな、これ。何も触れないでいこう。
すべての人々が笑顔で幸せな日々を過ごせますように。シャン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 、その願い叶えたり。素敵なお願いだね。